おはようございます。今日は2017年6月の18、20時42分です。夜ですね。おはようございます。おはようございます。黒助は脱。おはよう。おはよう。ボンちゃんいらっしゃい。メロンはどっち？猫はどっち？おはよう。クマ野郎、おはようございます。お、サファイア、いらっしゃい。ワードツー。はい、スズワードツー。シェイク、シェイク。マックシェイク。お、のんちゃん、おはよう。昨日ありがとね。のんちゃん、昨日ありがとね。ミール、おはよう。ワードツー。喉が痛い。喉が冷房でやられてて。イミさん、こんばんは。まかなにさん、こんばんは。おはよう。足が痛え、マジで。足が絶望的に痛いよ。もうこれ治んねえのかな、マジで。ぶっ壊れてるんですけど。ダメージが半端じゃない。検査だけでもいいよ。大丈夫。病院嫌いなんだよね、とにかく。病院がすげえ嫌で。高山はどつ、おはよう。池袋北口さん、どうも。たくみさん、おはよう。めいちゃん、こんばんは。おどつ。
ほうたんたんさん、こんばんは。完全に風邪ひいたな。冷房で頭やられてるわ。喉が痛い。鼻の奥と喉をやられてるから冷房でやられた。足悪化してるんじゃなくて治ってるんだけど、鈍い痛みがあってすげえ痛いの。なんか後遺症みたいになってるね。中ちゃんこんばんは。うん、おゆうしさんどうもどうも、ありがとうね、ギフ作ってくれて。こんばんは、ジャニー。池袋北口さんどうも。作品？作品ってなんだろう。ありがとう、花火。リバウンド早いね。運動してないでやっぱすぐ太るわ。顔がもうポテポテしてきた。旅に支障は出ないけど寝づらいって感じかな。寝ててもズキ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 痛むから、うん、あ、AV か。 AV は楽しみだね。マクイーンさんはどつよろしく。トレーニング、いや体はね作り変えようと思ってて、あの走ったりとかシャドウとかやろうと思ってるけど、なんか格闘技をそのやるって、うん、なんて言えばいいのかな、うん、トレーニングね。格闘技の練習してトレーニング、うん、まあ なんつうか難しいよね。小説和道家の人々、俺文才がないんですよ。あの前も話したけど、あの文章を書くと小学生みたいになっちゃうのね。箇条書きっていうのかな、情緒のない文章になっちゃうから、俺は文才は自分でないと思ってる。そうだね、運動した方が生き生きとするよね。やっぱ汗かくと気持ちいいから。AV は楽しみですね、すごく。AV やりたいですね。AV の監督をやりませんかっていうふうに言われてて、で、ああやりたいと思って、その仕事のオファーは受けようかなと思ってます。ニャンはどつ、おい亀仙人いらっしゃい。昨日のお蕎麦屋さんで飲んでた飲み物は何？コーラ。コーラです。90分 AV マニアだね。男優はやらないよ。男優はやらない。演技指導とかだけ、ストーリーボード書いて、あとまあカットとか、カメラこっち移動してこっから撮ってとか、そういうことやる。だから監督業だけやる。ストーリー書いて、演技指導して、まあ監督だよ普通に。俺が男優とか見たくないでしょ誰も。俺結構そのなんだろう、あんまりそういう欲求ないもん。女の子とエッチしたいっていう欲求ない。淡々と観察したい。まいちゃんこんばんは。ワードツ、そういう方が性に合ってるんだよ。
ドキドキはしないと思うよ。AV 女優もそう慣れてるし、まあ、新人さんとかだったらドキドキするかもしれないけど、もう撮られることに慣れてるから、スタッフに10人ぐらい後ろにいてセックスすることに慣れてるわけでしょ。AV がドルさんの耳に入ったら何か言ってきそうだな。ドルさん、俺のことなんかとやかく言わないと思うよ。とやかく言わないと思う、ドルさんは。別になんかドルさんに何かとやかく言われるような生き方してないと思うけど。まあ仕事でしょ、完全に。そうだね、コーラから離れるっていうか、まあ水とか紅茶とかコーヒーとかそういうのを飲むようにしよう。せっかくいい体になったから。マックシェイク2個も飲んじゃったよ。もう口の中ベッタベタ。ああ、男優になりたいってこと？いや、言わないと思うよ、ドルさんは。あ、減塩用のプロテインも飲んでるよ。俺は待っててくれ、言わないでしょ。意外とあの人、出しゃばりじゃないから。意外と、こう、すって、その自分のポジション分かって身を引くタイプの人だから、そういうあんま出しゃばりなことをやってるところを見たことないよ。女に対してはガツガツ行くんだけど、結構空気が読める人っていうか、その辺はやっぱ、なんだろう、配慮ができる人だと思ってるけど。自分のポジションとかもよく分かってる人だよ、自分の実力と。ちょっと、口ゆすいでくるわ。もう口の中ベットベトだわ。夕飯じゃない、朝食。ドルさんでも焦ってるだろうな。捨て頃バブル終わって閲覧減ってるでしょ、ドルさん。捨て頃バブル終わって閲覧がガクンって減ってるから、すごい今焦ってると思うよ。匿名さんありがとう。花火ありがとう。シェイクの材料、あれじゃないの？バニラアイスじゃないの？
わかんないけど。知らない。ノレさんが女配信者の枠で自分の試合の URL を貼ってて正直引いた。まあそういうタイプだよね。うん、自己顕示欲強いんだよみんな。こんばんは、赤が。水、植物油、砂糖、バニラエッセンス。おー、あ、まあ牛乳使わねえか。あー、はい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 。ってことは多分バニラアイスとかもそれでできてるんじゃないの？どうなんだろう。あ、まあでも妥当だね。水、植物油、砂糖、バニラエッセンスでできるよな。あとはなんか乳白色のなんか添加物使えばいいんだもんな。はあ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 、貼ったっていいじゃんとか言って、いやいいんだけど、うん、いや別にいいんだけど、っていうかドレさん何だったの、あの LINE 来てたじゃん、なんか相談があるって何だったのあれ。そういえばドレさんから相談があるって来たんだよ。相談の内容が一向に来ないの。なんだろう。ある。なんだったんですか、相談って。なんだったんだろう。おい、アリサいらっしゃい。配信に載せられないガチな相談があるの。あ、そうなんですか。了解です。お金貸してかな。なんかネットワークビジネスの勧誘かなんか受けんのかな。このサプリメントすごい筋肉増えるんだよ。ワド。六本木の喫茶店でスーツビッて着て。ワード、このサプリ知ってる？うわぁ！俺の筋肉これでできてるから。ハリウッドセレブも使ってるんだよ。ハリウッドでは当たり前だから。違うんすか？てつさん、バカありがとう。ちょっと俺の先輩に会ってくれよ。成功者に会ってくれよ。すごい人だから。院長いらっしゃい。バカ塾ありがとう。栄太郎さんこんばんは、うん、いやネットワークビジネス語らせたら俺めちゃめちゃうるさいからね。ネットワークビジネスで食ってた男だからね。なんだろうね。まあいいや。相談、待ってます。あの、LINE ください。なんでも全然。はい。配信に載せられないガチのやつって何なんだろう。恋愛系じゃないでしょ。キャスバー。なんで ?Wi-Fi さんいらっしゃい。はい。はい、はい？嘘だろ。分かった分かった。
俺のポケモン来たよ。俺の強いポケモン来たよ。ポケモン。ポケモン。強い女ポケモン来たよ。ここ座って。はい。パソコン持ってきた。そう、浅井さん夜来るの珍しいね。だってさっきあれだわ、配信しようと思ったけどさ、雨で誰もいないので、一人でやるにはなんか寂しいから。寂しいよね。よく一人で声上げてみんなやってますね。あ、テイスあテイスあどう聞こえる、みんな聞こえる？たまに聞こえてませんよって言われるよ。嘘。いやだから、うん、そのなんかあれが違って、もう一回やり直す。設定が間違えてんの。そうだから、そういうこともある、うん、分かんないな。どう聞こえる声。ピンマイクこういう時向いてないんだよな、音がこもるんだよな。大丈夫、聞こえる普通に。浅井さんさ、配線ぐちゃぐちゃなんだけど。そう、これです。なんかの現代アートみたいになってる。え、なんかの作品でしょ、これ。メッセージ性が半端じゃない。何これ。いや、これ、どうなったらこうなんの。私昔からこれ苦手なの。うん、苦手って何。いや、でも、よく私、あれだ、ワープロとかそうやってできるよ。うん、ちょっと一個一個畳んでくよ、俺、これ。いや、でも、私も、でも、この頃ね、体力が出てきたせいか、他のところでは割ときちっと並んでるんだよね。いや、今日もね、さ、ジムに行ってね、またウェイトの目方がね、重量が増えたからね、すごい嬉しい。今何キロぐらい上げるの。いや、何キロってどういうふうに上げるの。こう。いや、上げ方がいろいろあるよ。うん。いや、だけどね、この年になったらね、だんだん増えるってすっごい嬉しいよ。嬉しいね。浅井さん、運動、ね、今何やってんの？そのジムと水泳とダンスと。何習ってんの、他に。いや、何もやってないよ。何もやってないのかよ。あ、悲観だ。浅井さん、USB いっぱい貼りすぎだよ、これ。USB って何？これのこと USB っていうのか。USB。ああ、それと電話結ぶのは、うん、いや、困っちゃった、うん、今日は休み、空き缶は。いや、空き缶はね、今はやんない。やんないの、うん、いつも今行くけど、今やめたもん、ね、雨降ってるから。いや、雨じゃない、雨では予定は変えない。え、雨で予定を変えることはないけれども、うん、この3ヶ月ぐらい、日曜日の、今の時間やめた。あ、そう、日曜日は休みなんだ。そう、うん、どんだけ USB 持ってんだよ、すげえな。浅井さんさ、なんかさ、100均かなんかでこれ袋を買った方がいいよ。すいません、コンセントすいませんが、お願いします。ちょっと待って、コンセント、そうそう、神様。そう、これだよ。こんにちは、神様でございます。よろしくお願いします。神様か、おばあちゃん、神様だって。神でございます、よろしくお願いします。これは私のこれでいい、開けてやってていいんですか。いいよ、もちろんいいよ。風船、ハート10個ありがとう。ありがとうございます。
どこからカメラ出てこなかったですか。カメラは見てないな。こっちかな。配線汚ねえな、これ。こっちだね。あった。斉さん、機材は大事にしないとダメだよ。うんと、こういうのはどうする、あ、こういう風にするんですね。そう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 。わかりました。うちのあの、電話線とパソコンの線も、うんと、混ざってぐちゃぐちゃになってる。この線が。線一個一個ほどいて。これどうやってまとめるんですか。だから。半分に折って。そうそうそう、半分に折って。でもう半分に半分に折って。で、ぎゅっと縛ればいいよ。あんまり強くやると断線って言ってあれしちゃうから。通せばいいんですか。そう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 、こうやって。あんまり強くやったらダメよ、切れちゃうから。もうさあさあ、あ、もうギュッてやんない。こんなもんで。こんなもんでいいよ。わかりました。こうやって、して半分にして、して。iPhone のケーブルが4つぐらいあるんだけど。どんだけ iPhone 好きなんだよ。いや、iPhone ってすぐ iPhone 買うんだよ、朝日さん。電話ですか。うん、電話、iPhone。いや、すぐ買うわけじゃなくて、みんな、あの、水没しちゃうから、買うしかないな。よし買うじゃないです。iPhone? iPhone。あ、iPhone6 とか7とか言うの、ね。そう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 。いや、よくわからないけど、あれって、素晴らしいことになってますもんね。なんだか全然よくわかんないけど、いろんな風にみんな一生懸命やってる。すごいよね、インターネットは。何をインターネットっていうかよくわかんないけど、iPhone のどこがインターネットなんですか。 iPhone がつなげてるものはインターネットですか。インターネットっていうのはなんていうのかな、世界中の人をこうやってつないでる電話回線網のことを言うのかな、インターネットっていうのは。電話回線、世界中の人をつなげる電話回線も。なんて言えばいいんだろう、難しいね、インターネットってね。浅井さん、配信者のバーができたんだよ、飲み屋さん。バーって飲み屋さん、うん、そこ行けばどうなんですか。そこ行けば配信ができるの、こうやって。行ってみる今から。歌舞伎町にあるけど。歌舞伎町、うん、行く。あ、行きたいな。あ、行こうか。じゃあちょっとさ、配信止めて。これ、向こうでやろうよ。そこで、これをつなげればいいんですか。そう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 。これ一回閉まって。今、止める。うん、一緒に行こう。そこでつなげてみんな配信してんですか。そう。なんで、個人でやらないんですか。個人じゃなくて、みんなで集まって、お酒飲みながら、その。お酒飲みながら配信する。そう。まあ、ジュースとかもあるから。私、お酒がよくわからないよ。お酒飲まなくていい。コーラとか頼んで。それは楽しいな。それ行く？今から。今行く。行こう。して、これもっと配信すればいいんですね。そう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 。じゃあ今から行こうか。よっしゃ。よし。ちょっと待って、じゃあ俺も準備するから。よいしょ。じゃあ一回しまおうか。俺も外配信の準備しないと。じゃあこれはね、浅井さんよく見てて、このガムテープ剥がすのよ。え、これガムテープ初めて見た。いや、浅井さんのじゃん。うん、そう、そこにガムテープがついてからそれを外して、こうやって縛っていくのよ、こうやって。あ、そういう風に短くして、そうそうそう、でそれでそこで、そうそう、止めておくと、さっきみたいにぐちゃぐちゃに絡まらないから。ああ、そう、こうやってやるでしょ。で、ここで、それで、そうそうそう、こうやってで、ぐるぐる巻くの、こうやって。あ、そのコードだけを巻く。そう、わかりました。そうしておくと、ほら、絡まらないから。ああ、わ、ね、かりました。そうそう、ああ、キャスバー行くか。うん、ふわっちやってるよ、浅井さん。結構人集めてるよ、ふわっち。
全然目が悪いのが全然見えない。ちょっと待って、じゃあ浅井さんさ、俺も行くから。じゃあ一回皆さん枠取り直します。お疲れ様です。すいません、すいませんです。次枠見てくれる人、浅井さんとキャスバーに行きます。フォローよろしく。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バットボタン押してんねん、もう。